力はベクトルなので、仕事、すなわち力と距離をかけたものも、ベクトルであるように見えるかもしれない。そして、右に向かっての仕事と左に向かっての仕事は、大きさは同じでも方向は反対だというかもしれない。しかし、仕事の単位をもう一度考えてみれば、そうではないことがわかる。力の単位のニュートンは、キログラムかけるメートル毎秒毎秒に等しい。仕事の単位のジュールは、 ニュートン×メートルだから。キログラム×メートル2乗毎秒毎秒になる。これは、キログラム×カッメートル毎秒の2乗カッ閉じると書けるが、メートル毎秒は速度の単位であるから、仕事の単位は、速度の単位の2乗に質量の単位をかけたものに等しいこと、つまり、オメガイコール MV2 乗になる。速度はベクトルであり、マイナス V とプラス V との区別があるが、仕事には速度が2乗で入っている。 プラスの数もマイナスの数も二乗するとプラスになるから速度の二乗にはプラスマイナスの区別はつかない。したがって速度が二乗で入っている単位はベクトルの単位ではありえないことになる。こうして仕事はスカラー量であるということができる。